深海の謎、ネタバレ動画です。ノーマルの第6章28。アルトラックス。深海の同志は自らの主人に対しての最後の奉公を行う。アルトラックスは復讐の念に燃えており、ウルセナを倒した英雄たちを全滅させることを望んでいる。4ターンごとに復活。ゲシュタルト。狂気の深海の王子である暴君が、アトランティスの深部の民を奴隷化している。彼が拡大させた崩壊が、ドミウェンタスの意志のもとで、すべての心を一つに結びつけたのだ。ゲシュタルトがドミウェンタスの召喚を始めた今、エレナに残された時間は残りわずかだ。全員が戦闘不動になる前に、ゲシュタルトを倒さなくては。復活する。はい。この4ターンで復活するんですよね。ドミウェンタス。アトランティスの深淵に住む民の多くは、永遠の存在を崇拝している。長きにわたり捨てられていた伝説のドミワンタスは、終焉の時から生まれた唯一の存在だと信じられていた。ゲシュタルトは、完全への狂気じみた追求により、ドミウェンタスが世界を滅ぼすことで、皆が永遠の闇の中で一つになることはできると信じていた。そうすることで、世界から、不完全な個性と混乱が取り除くことができると、はい、行きます。深海なんで、この、竜とか、ダイヤをいっぱい作りたいんですよね、まずは。どうやったら竜とかダイヤを作れるかな。たくさん消したいんじゃなくて、竜やダイヤを作りたいんですよね。で、この同時に倒したい二人が奥にいるんですよね。とりあえず黄色ダイヤを作って、シフを使って、私のチーム、紫英雄がいないんで紫ダイヤをまず使いましょうか。復活される。悩んでガーネット使ってここ行きましょうか。霊人さん使って黄色ダイヤ使って、クランパス使ってカウンター受けるの分かってるけれども、ジラック使って2人残っている、緑ダイヤ使って後に高野のターゲットになるのだが、シフ使って赤ダイヤ作って復活された。はい、分かった。ジラック使って赤ダイヤ使って3でガーネット使って
この二人を同時に倒したい。なんとか青マナを貯めて、クランパス使って青マナ貯めて、ジラック使って、二人来ている。緑、とりあえず竜作って、あ、復活される。うわぁ、嘘や。壁が、耐えない。この前衛でマナを貯めて、うーわ、どうしたらいいんや。青マナ貯めて、撮影終了を装い、じゃあタバさんのインタビューとかもある。はい、これは気が緩みそうだな。耐える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 。クランパス使って1でガーネット使って、ジラックカウンター受けるけど使って、よっしゃ。まだ終わってないんで。これ挑戦2回目なんですよね。1回目、クランパスの代わりにベラを入れてまして、火力不足で終わらんかったんですよ。あー、よかったよかったよかった。では、ジラックにはマナ貯めたまんま、なんとかこいつ倒しましょうか。はい。ギャオーン。はい。ジラック使って、シフ使って、めちゃくちゃ嬉しいです。緑ダイヤ使って、こっからはもう普通に戦えばいいんですもんね。レイジンさん使って、クランパスは置いといて、ジラック使って、なるべく弱点に弾当てまして、できるだけ弱点に弾入れまして、クランパス使っておいて2でガーネット使って、クランパス使ってここ行きましょうか。でかいわ。ガーネット1で使ってここ行きましょうか。できるだけ弱点に弾を当て続けて、赤ダイヤ行っちゃいましょうか。シフカウンター使って3でガーネット使ってここ行きましょうか。弱点に弾を当てることは心がけていきます。さっきのに比べたらもうボス戦楽だわ。気楽。レイジンさんでマナ削ってりゃなんとかなる。ジラック使ってシフ使って、もうあとは時間が解決してくれる。クランパス使ってレイジンさん使って、あと一応酸素不足は気をつけなあかんか。でもまあ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 、二重の仕掛け人を得
えた南川はさらに気が緩んで、弱点がここのまま、はい、ジラック使ってやはり弱点に弾を当て続けて、高野に追加検証のお誘い、あともう一歩で勝てる。シフ使って。本当に。今回の説は。これで勝ちかな。まだ。マジでやばい。一番本当に気緩んでると思います。はい、ありがとうございました。嘘や。嘘や。あ、そう。弱点が真ん中。ここ行きましょうか。気緩んでたわ。まさか。ここまでしつこいとは。ここ。日本に戻って実習を続けた。ここ。まあでももう霊人さんいるんで。勝てるかなとは思っています。攻撃力上げてジラック使ってできるだけ弱点に弾を当てて、あーでもジラックのフィエンド付け直しか、そらそうか、新しい敵扱いか。酸素が足りない、うわ考える要素多い、しんどい。やり終えた、目が取りにくい。とりあえず緑ダイヤ作って霊人さん使ってジラック使って、緑ダイヤ使ってクランパス使ってガーネットも使って弱点に弾当てて、ジラック当てて、弱点に弾当てて、疲れてきたわ。これで、ではここ行きましょうか。ブースト英雄はやはり気持ちの上で助かりますね。弱点にできるだけ当てたい。ジラック使ってシフ使って弱点に弾当てて、やはりさらに気が緩んでいて怖かった。弱点に弾当てて、弱点に弾当てて、半分削っている。終わりですね。はい、これで弱点の位置が移動して、これ嫌やな。でもな、しばらくなのか。弱点に弾を当て続けて、このウェーブ位置がきつすぎてもう何されてもいいやっていう感じがしちゃってる。そろそろ3分の1。グランパスで攻撃力上げて、
あー、酸素が足りてない。あ、そうか、もう弱点に弾を当てるよりも酸素補給にもっと気持ちを持っていかなあかんかったんか。それではそろそろ酸素を補給したい。マインドレスは受けたくないんで酸素を補給する。受けてんじゃん、マインドレス。はい。なんとか竜とかダイヤを作りたい。そろそろプレイも飽きてきた。恐る恐る部屋の中を探し始めた。あと残り4000。ガーネット使って緑ダイヤを作って、あー酸素いっぱい。名人さん使って、シフ使って、ジラック使って、酸素補給して、あーだね、エレナ、気分はどうだ？頭がかなりすっきりしたわ。うまくいったみたい。よかったな。友よ、ついにアトランティスへ戻る時が来ましたぞ。その後、アトランティスにて、勇敢なるチャンピオンたちよ、お前たちは再び、アトランティスに破壊しているほどの貢献をしてくれた。心から感謝する。アトランティスのもとに、全く異なる世界が広がっているなんて、信じられなかったけどね。我々は深海の謎を解き明かしましたね。伝説に過ぎないと思われていた謎を、この冒険では知識という宝を得ることができました。それに世界を滅ぼしかねない永遠の存在を打ち破った。本当に最高だったよ。その通りだ、ラサール。気になるのは、新たに深海のリーダーになったのは誰かということだ。それなら、その頃、深海の首都では、わっ、おしまい、え？え？おしまい？これで、まあ、ハードは残ってるんです。超ハードは、まだ解放されてないですしね。こっから一番のネタバレ、ミッションの、深海の謎を完了する、受け取る、アバターと、ダマスカス、駅か一個ずつか。はい、ではではでは、まだまだつ、あ、そっか、ハードをクリアしたらこれが開くんか。はい、ありがとうございました。